マヘッシュシュリーニバースブパシは、インドマドラス出身の男子プロテニス選手。長年にわたり、ダブルスの名手として活躍してきた。ATP ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで52勝を挙げ、四大大会でも、男子ダブルス4勝、混合ダブルス8勝を挙げた。そのうち、1997年、全仏オープン混合ダブルスでは、平木リカとペアを組み、 1999年、全米オープンでは、杉山愛と組んで優勝したことから、日本でもよく知られた選手である。身長185センチメートル、体重88キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。日本では、マフェシュブパシの表記で、最もよく知られるが、言語のタミル語表記における上端母音を区別、するならば、 マヘイシュシュリーニバースブーパティというカタカナ表記になる。特に名前の最後の音節 T は日本では一般的に英語風の無聖場摩擦音として読まれ表記されてしまうことも多いが実際には無声場破裂音である。アメリカのミシシッピ大学の選手として2年間活動した後、1995年にプロ入り。ブパシのダブルスでの活躍は1997年。 全仏オープンから始まる。全仏オープンは5月末に開幕するが、平木理香は大会会場でダブルスのパートナーを探していたところで、急遽、ブパシと混合ダブルスのペアを組むことになった。身長1 8 5トルのブパシと1 5 7トルの平木は凹凸ペアと呼ばれたが、二人は6月7日に混合ダブルス部門の決勝でパトリックガルブレース、 リサ・レーモンド組を6から4、6から1で破り、優勝。日本人選手を含むペアが4大大会のダブルスで優勝したのは、1975年ウィンブルドン選手権、女子ダブルスで優勝した、沢松和子、アン・キヨムラ組以来22年ぶりだった。1999年、全米オープン混合ダブルスで、ぶっ氏は、杉山愛とペアを組み、キンバリーポー。 ドナルド・ジョンソン組を破って優勝した。その後も混合ダブルスでの強さは健在で、2005年ウィンブルドン選手権で、マリー・ピエルス、全米オープンでダニエラ・ハンチュコバと組んで優勝している。2006年全豪オープン混合ダブルスで、ブッパ氏は現役復帰を果たしたマルチナ・ヒンギスとペアを組んで優勝した。こうして、ブッパ氏も混合ダブルスのキャリアグランドスラムを達成した。 2009年全豪オープンと2012年全仏オープンでもサニア・ミルザと組んで優勝し、四大大会混合ダブルス8勝目を挙げた。ブパシの男子ダブルスのタイトルは同じインドのリーンダーパエストペアを組んで獲得したものが最も多い。男子国別対抗戦、デビスカップのみならず、四大大会でも二人のペアは抜群の強さを発揮してきた。 2001年3月26日、ブパシトパエースは、インドの最高名誉賞である、パドマシュリー賞を政府から授与された。ブパシは、キャリアを通じて、シングルスの出場がほとんどなく、2003年以後は、すべての活動をダブルスのみに絞っている。2016年5月のムチュアマドリードオープンが、最後の公式戦出場になっている。ブパシは2014年から開始された。 インターナショナルプレミアテニスリーグの創設者である。2017年にはデビスカップインド代表の監督に就任している。ありがとうございます。